Yeah.
I'm sorry.
Thank you.
バーディー、どうもありがとうございました。それでは最後の曲になります。クロムアカプルコミズウォウォウ、最後の曲です。フライデーハイ、聴いてください。タツマラドリアン、
大丈夫かな。あら、ご指名が、亀五郎、ご指名がかかりましたけど、お話聞く暇は、誰もみんなさっさと逃げていきまして、はい、あ、じゃあ亀五郎さんも一人ぼっちになったので、もしよろしかったら、せっかくご指名なんですから一言ぐらい。お疲れだと思いますけど、まずは雨雲を吹っ飛ばしていただいてありがとうございました。ありがとうございました。さあ、宮崎のストリートのど真ん中で演奏したご気分いかがですか。いや、こんなにわけわかんない演奏して皆さん大丈夫だったかなと思ってます。でも見てくださってありがとうございました。受けてます皆さんね。宮崎のテレビからあんまり聞かないジャンルの音楽だったなっていう気がするんですけど、これは何系っていうんですか。これはですね、まあまあ大雑把に言うと、もう四つ打ち系ってことで、まあみんな踊ってくれたらいいな。みんな覚えて帰ってください。今日のは四つ打ち系っていうんだそうです。四つ打ち系っていうんだそうです。日頃は皆さんどんなところで活動してらっしゃるんですか。まあ、聞いてもらったように、こういう青空の下でやる音楽ではないので、クラブとかオールナイトのイベントとか、そういうところで穴蔵でやってるので、もうちょっと日の当たる場所に出たいなと思ってます。せっかくですから、その四つ打ち系を世の中に広めるためにも、ちょっと日の当たるところでもぜひこれからチャレンジしていただけたらなと思うんですけど、今度また宮崎でどこか演奏する予定はありますか。嵐カフェっていうところがあって、そこでやることになってるみたいです。あまり知らないみたいな感じなんですけど、ぜひね、聞いてみたいっていう方はその嵐カフェというところを探して行ってみてください。じゃあ、せっかくですので、宮崎でね、こう雨が降るかもしれない中ずっと待っててくださった皆さんに一言何かお願いします。いや、本当に最後まで我慢強く聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。亀五郎さんでした。ありがとうございました。ちなみに、ムラムアカプルコウィズウォウォウという、私にとってはすごく噛んでしまいそうな難しい名前なんですけど、フロムアカプルコっていうのとウィズウォウォウ、2つに分かれてる、そのユニットがミックスしてフロムアカプルコウィズウォウォウだったそうです。上手に言えてよかったなと今私もほっとしております。ありがとうございます。ここで拍手が出るとは思いませんでした。優しい宮崎。